こんにちは。前回に引き続き、今日はレンズレビューということで、今日はこいつです。サイズの 24mm f1.8 のレンズの紹介になります。このレンズ知ってる人どれぐらいいますかね。結構古いレンズで知らない人も多いと思うんですが、8年前か9年前ぐらいに発売されたレンズらしくて、なかなかレビューしてる人とかね、使ってる人は見ないんですけれども、最近僕これマップカメラのね、中古の並品を買いまして、で使ってみたらねすごい良かったので今日紹介しようと思います。まず簡単にスペックの紹介なんですけれども、焦点距離は 24mm ということで 35mm 換算で言うとだいたい 36mm ぐらいかな。でいわゆる標準域と呼ばれる単焦点レンズになりますね。標準域を 50mm とするか 35mm とするかはね人それぞれなんですけれども、だいたい広めの標準域に相当するということですね。換算 36mm っていうとよく言われるのが、人がねぼやーっと何かをぼやーっと見つめてる時の画角がだいたい 35mm って言われてるので、このレンズでね撮るとだいたいそんな感じになります。なので写真撮ると広くもなく狭くもなく、なんかちょうどいいぐらいの画角で撮れるっていうね、すごい使いやすいレンズかなと思います。最初言ったように中古の並品を買ったので擦れとか傷は多いんですけれども、それでも作りはしっかりしてて、全体的に金属でできてて、持つとひんやりするような感じです。でフォーカスリングの滑らかさもねかなりスムーズでして、この辺はねザイスレンズの作りの良さが伺えるかなといった感じです。で価格はね中古でだいたい5万円ぐらいなんですけれども、発売当時はですね多分10万円オーバーをしていて、かなり高級な単焦点レンズでした。それが最初にも言ったように9年前に発売されたレンズなので、最近は価格が下がってきてだいたい5万円ぐらいで買えるっていうことで、今ね結構買い得なレンズの一つかなと思っております。で重さは 225g ということでかなり軽いです。でもちろんクレーン M2 とかのジンバルにも乗ります。で軽いんですけれども若干鏡頭が長いっていうことで、こちらに 35mm f1.8 のレンズがあるんですけれども、ご覧の通りちょこっと長い鏡頭をしています。そして残念ながら手ぶれ補正はないんですけれども、このレンズの一番の特徴はめちゃめちゃ寄れるっていうところですね。最大撮影倍率が 0.25 倍ということで、いわゆるクォーターマクロとか呼ばれているレンズになります。この写真とか動画でどれぐらい寄れるかっていうイメージをね分かってもらえたらいいと思うんですが、マクロ専用レンズなどを除けばかなり寄れる部類のレンズです。なのでこういう物撮りをする時とか、あとはサムネイルをね撮る時とかにこのレンズをよく使ってます。あとその他の用途としては室内撮りでもたまに使えますね。前回もレンズの紹介動画を上げたんですけれども、その時はこの 24mm f1.8 のレンズを使って室内撮りをしました。もちろんフォーカスもめちゃめちゃ早いですし、 f1.8 なのでボケ感もしっかりということで、室内撮りにも全然使えるレンズだと思います。はい、そんな感じで焦点距離は 35mm の標準ということで、狭くもなく広くもなくということで本当に万能なレンズです。それでいて寄れると、それでいて軽い、小さいということで、ほとんどパーフェクトな単焦点レンズに見えるんですが、欠点としては結構ね中途半端になりがちなんですよ。さっき言った広くもなく狭くもなくちょうどいいっていうのはね、言い換えれば結構中途半端になりやすくて、しっかり考えて動画とか写真を撮らないと、なんだかこう広角のようなねダイナミックさもないし、中望遠のような何かにフォーカスしたような写真を撮るのも結構難しいので、なかなか中途半端な写真になりがちです。なので使い方としてはこの寄れるっていう性能を生かして、被写体にね寄ってみたり遠ざかってみたりとか、その辺をしっかりして使う必要があるレンズかなと思っております。はい、ここからはプレミアの画面になってるんですけれども、前回出したシネマチック風のね Vlog のこのタイムラインとかを見ながら、どの辺が使いやすいと感じたかと、あとちょっとね使いづらい部分もあったので、その辺を具体的に紹介したいと思います。で何回もね狭すぎず広すぎずちょうどいいと言ってたんですけれども、その辺を感じたのは、例えばこの辺とかね、ほとんど駅のホームで撮ったショットがこの辺多いんですけれども、ご存知の通りね駅のホームってそんなに広くないじゃないですか。でたまにね人も通ったりするんで、あんまり被写体から離れることができないことって多いじゃないですか。ただこのレンズの場合は換算 36mm ぐらいということで結構広いのでね、そんなに離れる必要なくこの辺のショットを撮ることができるっていうのが結構ね使いやすかったですね。で、問題点としてちょっとあって、ジンバルに乗せるとね意外と手ぶれを抑えきれないことが多かったんですよ。今このショットはですね、このワープスタビライザーっていうプレミアプロ の、 その手ぶれを減らすような機能を使ってこういうスムーズな絵にしてるんですけれども、このワープスタビライザーをオフにするとですね、どうですかね、意外とブレてますよね。まあ、バランス合わせのね問題もあるかもしれないんですけれども、やっぱりねボディにもレンズにも手ぶれ補正がない時はこのね微妙なね振動がね出てきてしまうんですよね。でこれが 35mmF1.8OSS とかの手ブレ補正がついてるレンズだとあんまりね出ないっていうか、ほとんど出ないんですよね。なのでこの辺はちょっとねジンバルで使う時に認識しておいた方がいいかと思います。多分クレーン M2 の積載量がね結構小さくてギリギリなのでこういうブレが出てしまうので、もし大きいねジンバルをお持ちの方は大きいジンバルを使ってあげた方が良いかなと個人的には思います。これも換算 36mm がすごい使いやすいなって思ったシーンで、嫁さんの後ろからジンバルでこうやって撮っていったんですけれども、これもねそんなに不自然な距離じゃなくて、離れすぎず近すぎず、確か距離としては 1.5 メートルぐらい後ろだったかな。 1.5 メートルぐらいで撮ると、こういう自然な画角になってやっぱり違和感結構ないですよね。人間の視覚と結構近いような感じですごいねやっぱ使いやすいなって思いました。あと寄れるっていう話もしたんですが、一番寄ったシーンはこの鳥の目にねフォーカス合わせたこのシーンで、これはねマニュアルフォーカスで最短撮影距離で撮ってます。こんぐらい寄れるレンズってねなかなかないので、この辺はね結構楽しんで使えるレンズですね。はい、今日はそんなところでございます。まとめとしてはね、広くもなく狭くもなくちょうどいいレンズであり、中途半端なレンズでもあります。そして値段も5万円ということで、高くもないけども安くもないみたいなね、すごい真ん中ぐらいにいるレンズかなというのが個人的な印象ですね。だからこそ初めてのね1本としても意外とちょうどいいのかなと思っててね、もしね気になる人がいれば買ってみてください。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。じゃあね。